路面が乾いたっぽいので最後オフロード走りたいと思います。いいよ。めっちゃいいじゃん。長いしか帰る。並べられた。練習なしでいきなり試合なの？俺本気の勝負や。普通に走ってます。俺練習してた普通に今まで。なんで並べんだよ。じゃあ行く？練習しよう。今日2回目。何？なんで？本当？ほら三連がギリギリ。やばい。見え、超えられてねえじゃん。なんかね、なんか三連が一回でどれだけ。ほら三連がギリギリ二連もなんでだろう。滑る気がする。大丈夫だよ。あ、ごめんね。ジャンプ台が。あれ今もう勝負してんのこれ。勝負なんかしてないよな。おお。いやなんか全然ジャンプ力。ああ飛ぶてるか。やば。とりあえずタイム見てみようか。うわー遅いなー。29、23、24、1秒遅い。平均は22。遅いなー。遅いですねー。遅いねー。もう一回走るか。5分で今 DB01 をですね、メンテしております。いつもより分解してます。なぜかと言いますと、タミヤサーキットの3連ジャンプの飛び方がなんか怪しくなってきまして、3連ジャンプをですねギリギリ飛び越えてる感じなんですね今。なのでリアのボールデフがもしかして滑ってるんじゃないかなと思いまして、開けてみたところですね、これリアについてたボールデフなんですけど、やはりですねめちゃくちゃ滑ってましたね。ここを固定してこの白いところがスルスルと回ってしまってですね、やはりリアのタイヤがボールデフが滑っていて、リアの蹴り足が弱くてジャンプがギリギリになってたということですね。でここまでの予想はまあ合ってたからいいんですけど、それでボールデフフロントは今ギアデフなんですけど、でリアのこのボールデフをですね、タミヤサーキットのね村松さんがメンテっていうんだったっけかな、ボールデフのねメンテを教えてくれるっておっしゃってくださったのでですね、少しねこれ自分で撮ってみて、そのどんな感じかなと思ったらもうこれ滑らない、白いところが滑らないようにここをですね固定して、白いところが滑らないようにするにはですね、なんかめちゃくちゃ締め付けなきゃならなくなってしまっているんですね、こっちのボールデフ。なのでですね今度村松さんにですねちょっとメンテの仕方を教わっ
ってみないともうちょっとこのボールデフはもうキツキツすぎてどうにもならない感じですね。で、フロント今ギアデフと言いましたけど、その最初入ってたボールデフを今こっちに使ってなかったフロントのボールデフをリアのボールデフに変えてですね、交換しました。こっちのボールデフはですね、まだあまり使ってないボールデフなので滑らないし、そんなにぎゅうぎゅうにきつく締めなくても滑らないし、いい感じです。でもいつまたすぐこんな状態になるかね、わからないんで、ちょっとボールデフのメンテをしないと、教わらないとちょっとどうにもならないかなという感じですね。で、まあボールデフのメンテで、あとですね、気になっているのがこのベルトの張り具合がですね、なかなか難しくて、説明書通りで組むと結構緩いんですね。で、最初 DB01 を作った時に村松さんや佐野さんに聞いたら、ラジコンのはこれぐらい緩くていいって教えてくれたんでよかったんですけど、それにしてもですね、リアがものすごく緩かった気がして、でリアのここのプーリーの白いとこだけすごく減るんですよ。こっちは減らない、こっちは減らないで、こっちの白いここだけすごい山が減ってくんですね。でリアのここのベルトがすごいゆるゆるだったんで、少しですね、ここのアジャスターのところで汚いですね、マシンがこの辺掃除しないと、ここのですねアジャスターで少しこのベルトを貼ってみました。でもう一つですね、ここのボールベアリングがね全然回ってなかったんですよ。これ奇跡的に気づいたんですけど、まずこのボールデフがさっき滑ってると言ったんですけど、ボールデフが滑ってるのと同時にここのスリッパークラッチの滑りも疑ってですね、ここをすごい締め付けてみたりとかしてたんですけど、ここを締め付けるとこのボールベアリングがガチッと固まって全く動かなくなってたんですね。で今までこのボールベアリングが全然動いてない状態でこれを使ってたんですよ。なのでですね、直しました。ボールベアリング今ぎゅうぎゅうに締めてもね、スルスルとうまく動きます。ちょっとここの間にシムを入れるんですけど、ここのボールベアリングとこの間に、そのシムをですねちょっと小さめのシムにして、そしたらくるくると締め付けても回るようになりましたね。ちょっとね、皆さんの DB01 もここ結構ガチッとなってる人がいるかもしれないんでね、見てみてください。それぐらいですかね。あと毎回私は走った後にですね、次に走るまで1週間あるんで、その1週間のうちのどれかでダンパーをですね分解してきれいにしてオイルを入れ直すんですけど、ビッグボーダンパーですね、こっちのですね、エアレーションダンパーでオイル300番でちょうどいいと思っていたんですね。で、ビッグボアダンパーも300番を入れていたんですけど、なんかちょっと跳ねる気がしてね、少し跳ねるような気がしたんで、300番じゃなくてこの
250番のオイルを買ってきました。タミヤサーキットのお店で。でちょっとタミヤサーキットのその村松さんと本当にビッグボアのオンロードの話をした時に、ビッグボアはその容積がですね、シリンダーの容積が大きいので、その中の円がありますよね、ここにつく中のその平らな円がオイルに当たる面積が広いので、オイルの番手がですね、普通のこの感覚と違うっていう、だからビッグボアだから少し少ない、小さめの番手のオイルにしてみようって思って250番のオイルを買ってみました。ですね、そういうことですね。ちょっとね、いつもよりはしっかりとマシンの整備をしております。ではさようなら。